北サルカールに相当する地域アーンドラ地方における、北サル、カール北サルカールは、現在のアーンドラプラデーシュ州のクリシュナ県、東ゴーダーバリ県、ビジャヤナガラム県、西ゴーダーバリ県、グントゥール県、ビシャーカパトナム県、プラカーシャム県、シュリーカークラム県及び、オリッサ州のガンジャム県、ガジャパティ県に相当する、ベンガル湾沿いの地域のことを指す、歴史的用語である。英語読みでは、 北シルカルあるいは北サーカーズとなる。また、北サルカールはかつて、ラージャムンドリー、グントゥール、コンダパディ、エールル、チカコールの5軍に分けられていたため、北サルカール5軍とも呼ばれる。1471年、デカンのバーフマニー城が北サルカールを占領し、その分裂後は、ゴールコンダ王国の支配下となった。1687年、 ムガル帝国のアウラングゼーブにゴール込んだ王国が滅ぼされると、北サルカールも併合された。1724年、ムガル帝国からニザーム王国が独立すると、北サルカールはその領土となった。1753年11月23日、サラーバとジャングは、フランス軍の中流費として、フランスとアウランガーバード条約を結び、北サルカールを割上した。 1765年8月16日、イギリスの管理ロバート・クライブは、アラー・ハーバード条約により、ムガル帝国の皇帝シャアアーラム2世から北サル・カール地域の朝税刑を獲得した。これにより、1766年3月以降に、イギリスは、フランスの北サル・カールを侵略し、同年11月12日に、ニザームから北サル・カール5軍を正式に割譲された。 19世紀、北サルカールは、マドラスカンクの一部を形成するところとなり、1947年まで、その支配下に置かれた。トリーティー・オブ・アラー・ハバド。ありがとうございます。